お疲れちゃんスラッです。今日はですねこちら白劇枯渇やっていきたいと思います。さあこちらですね、現環境トップクラスで強いです。はい、今の環境はマジディガポイと、まあ、この白劇とロイとかかな、まあ、あとバルーンとかいろいろいるっちゃいるんですけど、まあ、その辺が本当トップクラスに強いよというわけで、今のね世界4位のこのアサフと、あとこのガンゾーっていうね、はい、この人も迫撃で行ってましたっていうわけで、まあ、今は世界一桁で2人かな、はい、この迫撃がいるよというわけで、まあ、とりあえずねフェニモンに強いね。はい、まあ、対フェニックスのカードは、まあ、ギャングだったり、まあ、吹き矢だったりがあって、まあ緊急でファイボもあるよと。あとはねモンクに対してはね、まあ、フェニックスで空から攻撃するのもなんですけど、スケルトン部隊が結構強いですこれ。はい、意外と、まあ、意外でもねえか。そう、単純に反射をしてくるんですけど、まあ、スケルトン部隊別に反射されるわけでもなく、まあ、数のねゴリ押しで、まあ、スケベに対してねウッドとかを使わせられると吹きやギャングとかでねカウンターも狙えるっていうので、まあ、単純にフェニモン対策になってるよと。であとはねここ最近マジでなんかゴリ押しフェニックス環境が増してるんですよね。それこそ僕もよくねリポンフェニックスつってレイジフェニックスやっとけ勝てるやってやってるんですけども、マジで本当に環境がっていうか本当になんだろうな、それで勝てちゃうので結構いるんですよね。エリポン、エレジャイ、エリゴレ、エレジャイ、ゴレ、エリポンみたいな感じの、ん？じゃあなんか今変なこと言ってたな。エリポンっすね、エリポンゴレ、エリポン、エリゴレ、エリポンなんちゃらみたいな、もうフェニックス、おこれ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 、こういうのが結構いるんですよ。だからこういうのをしばくためにこのスケキン、橋前スケキンギャングからのディガーとか、そうなんです、これがね強いんですよ。よいしょ、お願い、ここで無視してライドラの前になんかつけてくると偉いけど、危ねえ、よかった。さあというわけでマジでエリポンチンパンですね、いわゆる、がすごい増えました。まあいいのか悪いのかすごい難しいんですけども、でまあそこに対してよいしょ、このね橋前スケキンギャングとか、まあ、スケキンスケビュースケキンフェニックス、まあ何でもいいんですけど、まあこういったね攻めがちょっと強いよねっていう。でまあディガーもあるのでダメージを稼ぎつつエリポンも壊せるっていう、まあ、この戦術が単純に強いですね。はい、まあ、エリポン置く暇あったらねそれも攻めちゃおうぜっていうデッキですねこれは。まあこれはさすがにちょっと行こうか、ライドラの竹たまたま取れそう。あーめっちゃいい位置にライドラ出すよ。でこれはなんかそこそこにプレッシャー与えて後から楽に防衛できる方が幸せかなと思い攻めちゃいました。まあまあまあこれだってスケブもあるしみたいな。おーなんか大丈夫それテッカのさ受けというかトルネをそこに使っちゃうとっていう話ですね。でここはもうほんと落ち着いて守るしかないですね。相手のこれ吹き矢出しても何なんか出してもこの文句でぶっぱされちゃうんでね。で文句の反射だけ気をつけて、こういうのはねファイブ打っていいんね全然。はい、でしっかり卵はね気をつけて、まあ、陸受けもいっぱいあるよという、まあ単純にね環境に刺さってるし、まあ環境にいるデッキにほぼ強いね。うん、まあなんだろう、相性を取られてるデッキは少ないって感じかな。なんか迫撃枯渇とか、まあ、こういう系ってシンプルにクエイクホグとか、また呪文がファイブだけなんで、うーん枯渇デッキとかがきついんですよ今までの系統だとね。けど単純にいません。はい、今はねそのホグクエイクもいない、文句で遠距離枠がぶっ飛ばされるからホグクエイクもほんと世界上位全然いないし、よいしょ、もう一旦暴落するかロイっぽいですね。あとは枯渇もねマジいない。うん、もう今はほんと上にフェニックス、モンク、フェニモン対策しかいないので、まあそれ以外がいるよって方はちょっと難しいんですけども、まあ基本的にマジいないからこれがぶっ刺さるっすね。まあ枯渇ぐらいならいても結局しばけそうっていうのもある。うん、迫撃フェニックスディガーでね、よいしょ。さあ今回の相手はまあ枯渇、これザッピー来るな、おつい
よいしょ。お、あー、ソウルコールできれば使ったんですけど、タレとか使ってきたら、おーおーおーおおおおお、なんだ、逆サイにスケルトン部隊まで行っちゃって、おー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 おおお、お主コストはやばい。綺麗なカウンターが来そうです。フェニックスってかスケキンやべえ、これ撃ってほしい。さあ、まあ攻めたので一本折れたんですけど、ちょっとカウンターが嫌な。危ない。さあ、ここのソウルコール撃たれないだけマシっすね。ウッドない分、スケキンとかはね、早めにフェニックスとかで処理しつつって感じですかね。マジでね、ロイとかもう全部防白して守れるし、まあ、今回スケラか。なんだこの反撃。マジで。スケラだったらもう全然、ウッドないけどね、吹き矢もあるし、ギャングもスケキンも全部スケラに対して強いんでね。いかつすぎる。まあ、あの辺は破っちゃおうぜ。あとは何だろう、まあバルーンとかにも強い、強いね。フェニックスもいて、ギャングも吹き余って、よいしょ、迫撃でも誘導できるし、緊急のファイブもある。マジで弱点がね、このフェニモンによって環境いないのと、相性がいいデッキが多いのとみたいな。最強っすね、考えれば考えるほど。まあ、こういうのスケラーぐらいだけちょっと怖いよね。さあ冷静に、さあカウンターで攻めていこう。いや結構ダメージ受けちゃったが、吹き矢が偉い子だね。さあしっかり守りつつね。ーあー、怖すぎる。小物が大量という、はい、まあ、なんかしっかり吹き矢、ギャング、スケブ、スケキンのソウルコールがこう同じ呪文、ウッドだけで両方行かれるとか、ポイズンで両方巻き込まれるみたいなのをしっかり防いでいくと、まあ呪文枯渇なので、さすがに相手もね苦しくなってくるっすね、だんだんと。さあゴリゴリね、まあ、結構両サイガンガン行っていいデッキだとは思います。サッカー、お、ディガっぽいだ。まあ、ディガっぽいっすね。勝率が、ちょっとだけよろしくないのは。ポイズン、ウッドが高回転っていうのが、まあ、ちょっと厄介かな。まあ、でも相手がウッド使った隙とか見てね、ディガーギャング決めたりとか。いや、マジ、ファイブ落ちてあげたら帰ってきそうだな。で、これはね、ゴブリン系がいるんで、ディガーも、ね、少しだけ刺さりにくい。さあこれは、あー、めっちゃいい。お、はい、相手がウッド使ったから、吹き矢の前にスキンつけて、気づいたら相手のタワーが、いやこれディガー組み合わせ絶対行くべきでしたね。まあここは単体ディガー行っていいな。この間にダメージ稼ぎたい。さあディガーっぽい、多分単純にね、戦ってると、なんかディガー、こっちのディガーの削るより、あっちの、文句反射と、なんか、なんだろう、多分ポイズン削りで、多分負けちゃうんですよね。なので僕の勝ち筋は、今みたいに、まあ積極的に攻めるだったりだとか、まああとは、あとなんだろうな、ここ一旦ボムだと思うんで、捨てるか。まあ、あとはあれっすね。マジで言葉が何だったっけ、なんか言おうとしたんですよ。あ、迫撃を通すっすね。さあ、これマジで強いんでね。文句。無理はしないと。で、反射が終わってから、ユニットっすね。しっかり。で、こういうとこ行っていいな。ゴリゴリ。単体フェニックスでも強いだろ。フェニックスが強いだろ。削ってく、まあ、あとはもうファイボーちょっと圏内みたいなのがあるんだね。よいしょ。
さあ無理はしない、どうせポイズンかなんかが来るよと。あれなんかタギがものすごい悪い。でもこれはもう俺右側はほぼ圏内なので、左にプレッシャー与えていって、これ読めるかな、この位置。ほら、あー背後が早すぎ。さすがに35で負けるのはやだ。さあ文句はスケルトン部隊に弱いよと。でこのディガーしか受けないんじゃない。さあ、まあ、ディガーが入って勝ってくよと。というわけで、まあ、こういう相手には迫撃を刺すなり、まあ、ウッド使った瞬間のね、そう文句で受けてくるだろう、じゃあスケブツイかみたいな、まあ、ガンガンいっちゃうのも一つの手ではある。やっぱいけると思った時にね、行ってみなきゃね。あーめんどくさい。でこれはちょっと例外の逆攻めてコスト使わして、まあコスト使わなかったら、まあ、気合で守ろうの回。あーソウルコール使えなかった。あーまあまあ言うて守れた方なんじゃないですか、知らんけど。やべえかな俺。あーでもお、これさすがにさ、この両盤面カウンターを止めれるかいお兄さん。あぶねえ、エリゴレフリーズやー、怖すぎるって本当にフェニックス火力高すぎるだろ、あの短時間で1600までいかれるますからね。怖いね、本当に怖い。まあでもこういうデッキが今すごい多いんでね、うん、当たり前にこれがいる環境なので、まあそこに対して戦えないとね。マジエリポンも今の相手は多分なかったですけど、ポン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 つってエリポンミラーポンポン、レイジーフレイジーレイってポイズン打ってももう一回来るみたいなのが当たり前ですから、マジでねきつい。うん、全然サイクルでワンパンされるとかもやっぱあるんでね、もう発狂っすよ。無理無理。さあでも今回はよいしょ、まあちょっと痛いかこれ。えこれ思った以上に痛いやつか。あーいい受けすんな、めちゃくちゃいい受けすんな、お主。あー破撃優秀、これ延命しない方がいいかな、マザネックだけはやめて。いやーオッケー。さあ相手のデッキがスケラってことが分かりましたね。ロイジェイの可能性もあったんですけども、まあポイズンなんでスケラっすね。でまあスケラに対してはマジフキアもギャングもいるので、まあ変なことしなければ負けないでしょっていう話で、すでに変なことしてダメージ負けてるんですけども、よいしょ。さあサイドはもう逆に切り替えたいっすね。あのスケルトンであんな削られちゃうんだね、怖いよ文句、恐ろしいよ。さあまああれが5って良さそうだな、もうザッピ2体には徹底して。文句来たら端前スケブでぶっちゃけ止めたいが、さあまあまあここは、ああ熱いわこれマジで。うーんスケブはまあまあ打たれたんだねポイズン。いやマジあのディガー受けのゴブリン強えよな。さあ流れはうわーめっちゃいいポイ、思ってるよりも相手のサイクルが早いっすね。
さあ、まあでもここはちょっと攻めてもいい流れな。ゴブリンまで、あー出てこないか。さあでもディガーで削っていかなきゃっていう流れでもあると思うので、ギアはねしっかり残しておきたいね。うん、さあまあ適当に守りながら適当にカウンターもしていきたい。さすがに敗北。いやこれ陸行きなくなったらマジで熱い。入ったんじゃね。しかも迫撃用にゴブリン抑えたからここでディガーも入るよと。さあしっかり畳みかけてダメージ稼いでいく。これはスキアだけしっかり持って、さあこのスケブが強えんだマジで。まあでもさすがに守れると思うので。でも文句がやばい、文句がマジで怖すぎる。文句か。さあまあ吹き矢出しとけばマジで守れんのよね。はい、さあまあ、最初のダメージが危ないですけど、あれ以降はねそこまで、まあ、左が1300に削られたぐらいなので、まあ、しっかりねもう巻き込まれない。ポイズン来る、スケラ来たらポイズン来ます。なので無駄にユニットは出さずにね、もう吹き矢とポイズンに強いねフェニックスとかスキキンで守るみたいな。やっぱ相手がねなんだろうな、リガー飛んできたらファイボが来るかもしれない、ロイジェが来たらライトニングが来るかもしれないみたいなことをこう考えて、じゃあこれ出しても無駄になるよねっていうので、やっぱ無駄死にさせないことがね一番大事っすよね、クラロワって。結局エリクサー管理というかエリクサーのアドを取られない、ダメージを受けてもいいけどエリクサーのアドバンテージでは絶対自分が取ってる。よいしょ。さあというわけで、まあトリトンなんでロイでしょう。でロイに対してはもう防衛迫撃しとかないとちょっと怖くなります。まあ、逆にしとけば何も怖くないっていう。さあとりあえずなんか玉遊びして、うん、まあ暇っすね。フェニックス出しとくか、まあ、来たら即防衛しなきゃっすね。うん、でも相手の呪文がこれファイボだったりライトだったりいろいろあるんで、え？お前天才か？いやこれさすがに避けたんで延命します。いやさすがにびっくりだな今のは。あーちょっと嫌だなそのプレー。さあまあでもここは延命したい、延命神。さあ延命したので、あーでもファイボか、いやいらんかなこれ。うっ一発入るならまあギリ許せるが、打つ必要があったかどうかっていう。相手も頭かゆくなってんなおい。カキ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 。うん、さあ攻め迫はね、まあ今みたいなチャンスがあればぐらいですけど無理にする必要はないかなと。うっ、さあフェニックスにタゲ取らして、これマジゴリラカウンターっすよ。相手がねこんな感じで攻めてくれるとマジでうますぎるっすね。もうこれぶっ破するだけで結構きちいぞ相手。いやーはみ出ろ。さあ全てが入ってます。これ相手もっと頭痒くなるぞ。さあ吹き矢で回収もできる。でウッド使ってくれたら使ってくれたでね、また延命もできちゃう。これ多分ねトリトンぐらいが高めに来い、来ません。まあこれが負け筋っすね。この反撃を使うのが、まあでもさすがに負けないと思うんだよね、まあ、マザネクぐらい。
はい、うん、あーでもいい鳥と、さあ5打ってソウルコール打って卵からこんにちはして、692、意外と遠いな。でもお願い拾わないで、拾ってく。まあまあ防衛迫撃しとけば、いやーなんかあっち行っちゃったな。さあここファイボとか危ないですね、マジ。でマザメクに対してのファイボをやっぱ打ちたい。マジマザネクにファイブだけ徹底していけばね、さすがに大丈夫だと思うんだよね。さあ692、マジ守られるとカキ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 、なかなか突破が苦しいが、マジでガンイモマン、マザネクにだけファイブ徹底。さあマザネク、こいつが危ないんだよ。さあでスケルトン部隊が強い。さあ20秒、さすがに耐えれそうっすね。でモンクも反射使い終わったので、うん、 OK。 いやマジで迫撃置いとけば突破できないので。さあ鉄壁っすね本当に。まあ、マジで今の環境トップクラスに強いので非常におすすめでございますの。さあ12勝。さあというわけでこちらのね迫撃枯渇、皆さんもぜひ使ってみてください。よければちゃんと高評価もお願いします。ではお疲れちゃんでした。